皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、11月の8日でして、まあニュースとかで、話題にもなってますんで、ご存知の方いらっしゃるかと思うんですけども、皆既月食の日です。はい、で今回はですね、結構長い時間かけたりするみたいなんですけれども、今はですね、これ外で撮ってますけど、後ろ、こう夕焼け見えてますけども、まあ、当然こっちが西の空で、月はですね、東の空から昇ってくるわけですけど、まだちょっと見えてませんけど、これから上がってくると思うんですが、まあ天気はね、ちょっとこの辺雲が出てますけど、まあ、東の空は全然雲がないんで、天気的には大丈夫だと思うんで、月食見れると思うんですけど、まあ、今回はですね、せっかくですから望遠鏡とか使って極力クローズアップして、撮影をしてみたいと思います。はいはい、東の空に見えてるの、これは多分木星かなと思うんですけど、はい、一応東の空は見ての通り雲が一切ありません。はい、なので、ちょっとね、まあ、この辺に見えてるのはこれ木なんですけど、どの辺からちょっと上がってくるか、ちょっと、わからないんですが、まあ、観測の、まあ、環境的には全然問題なさそうです。はい、今回の皆既月食はですね、それに加えて、惑星の天王星が、月の後ろに隠れるという惑星食もこう同時に起こるわけで、まあ、それが起きるのは本当にですね、400何十年ぶりだということなんですけど、まあそこまで見えればいいんですけど、そこはまあ望遠鏡の性能次第なんですが、まあうちにあるのは口径が10センチ少々の、まあ、小口径なんで、そこまで見えるかちょっとわかんないんですが、ちょっとねトライしてみたいと思います。はい、というわけで本当に超久しぶりに家にある望遠鏡を引っ張り出しましてね、で月の撮影をしようと思ってこう庭に据え付けたらば、あの月が意外と低いところにあって、でさっきの映像にもありましたけど、家の東側はちょっと森になってまして、でその森の向こう側に月があって全然見えなかったんですね。でも月は欠け始まっちゃってるわけで、でどうしようかと思ったら、まあちょっとね、やっぱ家から離れないと見えないんで、まあ、望遠鏡を担いで、とことこと歩いていって、まあ、家から100メートルくらい離れた田んぼのあぜ道に行ったところで、やっと月が見えたわけなんですけど、でそこから、望遠鏡を据え付けて、で望遠鏡でまあ月を捕まえるところから作業していったわけなんですけども、でもその時にはもう肉眼でね、完全にこう月が欠け始まってるのが分かってたんですけど、でようやく月を捕まえて、で望遠鏡を、覗いてですね、やっとここで気づくんですけど、この画像を見ると、まあ月がまあ上が丸くなってて、下もこう影がちょっとかかってきてね、かけてるんですけど、これが月との全体像ってわけじゃありません。望遠鏡のですね、倍率が高すぎて、月の全体が収まってません。はい。で、この上の丸くなってるところは、その望遠鏡の視野の限界であって、月のこのね、丸い形ではないわけですね。はい。月はもっとこう大きい円形で、かなりこの視野からはみ出しちゃってる状況で、まあ、これで撮ろうと思うと、月がこう全部欠けてる、その、状態までこう、収まらないと、いうことで、ここに気づくわけですけど、望遠鏡のレンズの設定をミスりまして、っていうかまあ、久しぶりに引っ張り出したもんで、望遠鏡のそのレンズの替えがどこに行ったかわかんなくなっちゃって、とりあえずついてるやつで撮ろうと思って出してきたんで、それがちょっと倍率が高すぎたんですね。はい。なので、まあ、これはしょうがねえということで、とりあえず部分的にでも撮れればいいかなっていうことで妥協して、撮り始まってます。はい。
はい、で次の画像なんですが、だいたいこれ半分近く欠けた状態で、また撮影をしてたんですけれども、でちょっとですねこれ、露出がかなりオーバーになっちゃってまして、でこの影と明るいところの、まあ、中間あたりくらいしか見えなくて、あとは全部これ白く飛んじゃってるわけですね。でこれ、撮影はですね、あの望遠鏡にスマホを据え付けて、撮ってるんですけども、このスマホでもちょっとこの露出の調整がうまくいかなくてですね、この完全に露出オーバーになっちゃって明るいところが全然映ってないんですけれども、うん、まあこれはしゃあないのかなというところなんですが、やっぱりこれ全体が収まってないんで、まあ、さっきまで、一応明るいところは映ってたはずだったんですけど、なんかどうしてもね、露出がうまく合わなくてこんな感じになっちゃいました。はい、はい、7時を回ってですね、間もなく皆既月食の始まりを迎えるところなんですが、ご覧のようにですね、地球の影に入っているところがだいぶこう赤っぽく見えていて、あともう少しですね、ほぼほぼ、月の明るいところが見えなくなってきてまして、ちょっとこっちに視野を移しますと、はい、この明るいところですね、もうほぼほぼ8割方、隠れてきたかなという感じです。はい、うん、8割9割ですかね。はい、あと10分弱で、皆既月食が始まります。で今回はですね、この満月の月であることに加えて、まあ、地球の影がその中心をほぼ中心をこう通るっていうことで、この皆既月食の時間が結構長く見られるということなんですけれども、まあ、時間にして、1時間半弱でしたかね、そのくらい、こう見えるということですね。はい、ほぼほぼ9割方地球の影に隠れましたね。ほぼほぼ隠れて、こういう赤銅色の月の姿が見えています。はい、はい、今7時15分を過ぎたところで、完全に月が地球の影に入りました。はい、でそうなってくると逆に今度は光量が足りなくて、露出が足りなくて、ちょっとね、画面の明るさをこう保つのが大変になってくるんですけど、まあ、ここまで来たらですね、ちょっと望遠鏡で見るのはとりあえずここまでにして、あとはですねこうスマホのカメラで直接撮ってみて、で今日の観測は終わりにしたいなと思います。でこの後、当然、地球の影から月が出てくるわけで、で天王星食に関してはちょっと望遠鏡で見るのはきついかなっていう感じはするんですけど、はい、とりあえず今日はこんなとこにしときましょうか。はい、はい、というわけで望遠鏡からスマホを外して、撮影した画像がこれになるわけなんですけど、Google Pixel 6 の夜景モードだとか、まあいろいろモードを変えたり、露出を調節したり、いろいろやってみたんですけど、いわゆるその星空を撮るためのモードで撮っちゃうと、この暗いとこですね、暗い空がこうザラザラの画質になっちゃって、綺麗に出なくて、で最終的に普通の撮影モードで、思いっきりズームして撮ったのがこれだったかと思うんですけども、まあ一応ね、この月の、表面のこう感じがちゃんと見えて、で、こう赤銅色の、月の様子がわかるんですけど、これ編集の段階でさらにこう拡大しているのでね、もっとこう、本来はもうちょっとクリアに見えてたんですけど、まあちょっとね、拡大したことによって、ちょっとぼやっとした感じにはなってますけども、まあこの自分のスマホの、撮影能力ではこれが限界でしたね。はい。でまあこれでとりあえず終わりにしちゃおうかなと思ったんですけど、やっぱり天王星食を撮ってみたくて、
って、この食の最大の状態から、まあ、1時間半ですね、待って、で、その天王星食っていうのは、その、この、皆既月食の終わりで、ちょうど起こるものなんで、まあ、なんとか映せればいいなと思って、撮影に臨みました。はい。はい、というわけで、望遠鏡を、家の庭まで戻しまして、で、そこからまた月を捕まえようと思ったんですけど、まあ、こう暗い暗いで全然捕まんなくて、で、ようやく捕まったのが、まあ、天王星食の10分くらい前ですかね。この映像で見ると、この月の横に点がちょっとちっちゃく見えると思うんですけど、これが天王星ですね。はい。で、少しずつこう左から明るくなってきてると思うんですけど、まあ食の、皆既食の終わりが近づいてますんで、だんだんこう左から明るくなってくるという状況で、まあそういう意味では好都合だったわけだったんですけど、はい、まあちょっとアングルグラグラして申し訳ないんですが、はい、すごくこう天王星がどん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 近づいてきて、じゃあここから等倍速でご覧いただきたいなと思うんですけれども。はい、ほぼほぼ月の表面まで天王星が近づいてきて、はい、徐々に徐々に月の後ろの方に隠れていきます。はい、はい、これ、あ、まだ見えてますね。はい、徐々に徐々に皆既食が終わってこう左の方から明るくなってくると、はい、いう状況で、はい、天王星がほぼ月の表面とつらい位置になって、はい、まだ見えてますかね。はい、見えてます。はい、これで消えましたね。はい、ここで消えました。はい、これが確か8時44分頃だったかなと思うんですけど、ここで、天王星が消えて天王星食となりましたね。はい、はい、というわけで皆既月食と惑星食を、望遠鏡で撮影してみたということだったんですけれども、まあやっぱり望遠鏡もですね、ちょっと設定をミスったことで、せっかく満月で見られた皆既月食を、こう綺麗に撮れなかったという、まあ、悔しさはあるんですけれども、まあ、めったにないですね、天文現象をね、目の当たりにできたわけなんですけれども、まあもう一回見たいと思ってもですね、この皆既月食と惑星食がこう同時に起きるっていうのは、次はですね322年後と。ということで、まあ、2344年、7月26日に土星が今度は、月の影に隠れるというタイミングで同時にこうね、皆既月食が起きるということなんですけども、まあ、どう頑張ってもね、これはね、自分の一生中にはもう二度と見ることができないというレアなことなわけで、まあ、それでもですね、皆既月食はこの先何回か見られるんじゃないかなと思うんで、まあそのタイミングでですね、またこの望遠鏡でね、撮影なんかもねリベンジしたいなと思います。はい、まあ、望遠鏡まで言うならですね、ずいぶん前に紹介しましたこちらの、プライズ品のこう望遠鏡、まあ、これが今これ40倍のレンズがついてるんですけども、まあ、これで覗いてみるとですね、ちょうどこう視野にこう綺麗にこう月が入る感じで見られたんですけど、まあ、これはですね、ただ見るにはいいんですけど、こう動画としてこう撮影するときにこう月をこう追っかけるですね、機能がこの水平にしか回るものしかなくて、こう、赤道に、まあ、地球を自転に合わせてこう望遠鏡をこう動かす必要があるわけなんですけど、それはちょっとないんで、まあ、これはちょっと動画の撮影向きの、まあね、望遠鏡ではないんですけれども、
まあですね、いずれ、もっとね、性能のいい望遠鏡が手に入れられればなと、またですね、新たな天文現象をね、捉えてみたいと思っております。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。